昔、父の実家が本家で、祖父が当主で、正月には、年末から親戚が20人くらい、どっと泊まりに来て、元旦には、みんな清掃して、当主から、おとその杯をいただくってのをやってた。親戚は、三が日泊まって、昼夜なく宴会。その間の、おせち料理作って、正月用の食器出して、布団の用意して、客間の掃除して、出入りの業者さんに、正月のお菓子やお酒を発注して、というあれこれは、後取りの嫁である、母一人でやっていた。親戚の女衆も手伝ってくれるけど、仕切りは母だから、4日になってみんな帰ると、寝込むレベルに疲れていた。なのに、6日7日まで居座る親戚もいて、付き合って遊んでる祖父や父に、殺意さえ湧いた。ちなみに、当主の嫁である祖母は、体が弱く、私が物心ついた頃には、寝たり起きたりの生活だった。祖母の世話は母がやっていた。だから、正月は、祖母と親戚の世話で疲れるんだ。私は私で、親戚が連れてくる、ガキどもの子守に追い回されていた。大晦日の夜に夜泣きする赤ん坊をおんぶして、除夜の鐘を聞いたことは忘れられない。ところが、私が、中学2年の時、父は、本当に好きな人と家族になって、新年を迎えたい。ということで、母と私は、12月に入ったところで、追い出された。父は不倫してて、相手が妊娠したのだ。もちろん、慰謝料も養育費ももらったけど、私は、なんで、父の家にこんなに尽くしていた母が、こんな目に遭うんだと、腹綿が煮えくり返った。でも、母はあっけらかんと、自分の実家に帰っても、いろいろと面倒だから、この際、東京に出ちゃおうよ。私はびっくりして、大丈夫？田舎の中学生には、東京は外国レベル。母は、大丈夫大丈夫。と二人で東京に出てきた。今考えると、大丈夫という根拠はなかったと思う。そして、私は、転校した中学が冬休み中。母は、仕事が正月休みに入った日の朝。母が起きてきて、私が起きてきて、トーストをかじりながら。今日は28日か。何かすることあったっけ？ないんじゃないかな。そこで、顔を見合わせる母と私。お正月に何もすることがない。夢のようだ。大事なことなのでもう一度。お正月なのに何もしなくていい。母、ウキウキと手を握り合わせて。ね、ね、そしたら、年末だってのに、映画とか行っちゃう？スーパー銭湯ってのにも行ってみたい。年末を遊びほうけて、迎えた元旦。おとそのおせち料理も何もなく、いつも通りに、トーストとハムエッグとサラダと紅茶の朝食。お正月でも何もしないんだ。えいえい、おう。あんな楽しいお正月は初めてで、お正月は楽しいことが衝撃だった。今でも、年末は大掃除はするけど、おせち料理は作らない。私が就職してから、家計に余裕が出たので、母と二人で、正月は温泉旅館で過ごしていた。今年は、このご時世なので、出かけられなくて残念だ。田舎に置いてきた、父、その他もろもろは、今どうしているか全然知らない。私が大学生の頃、一度だけ父が電話してきて、おばあちゃんが認知症で、〇〇5歳となった不倫相手のことを怒鳴るんで、困ってるんだ。というので、大変だねえ、棒読み。と答えたら、そのまま切れて、それっきり、